ヘンリー・フレデリックは、イギリスの王族、ジョージ三世の弟、皇太子フレデリックと皇太子妃オーガスタの第六子として、レスターハウスで生まれた。1766年10月、カンバーランド・ストラサーン・コークライト・ダブリン伯爵を与えられた。兄、エドワード・オーガスタスと同様、海軍軍人となった。1767年か1770年に、聖職者、 ジェームズ・ウィルモントの娘オリビアと私的に結婚し、彼女との間に非着室氏を日誌も受けた。しかし1771年10月2日、初代カーハンプトン伯爵、シモ・ン・ナットレルの娘で、クリストファー・ホートンの夫人であるアン・ホートンと結婚し、二重結婚の疑惑を持たれた。彼の不適切な結婚が、1772年、王室結婚法を触発することとなった。 1767年にフリーメイソンに加入した。1782年から1790年にかけてはイングランド、シュイグランド・ロッジのグランドマスターを務めた。アンとの間に、このないまま、1790年にアンに先立って、ロンドンの自定で皇居した。ありがとうございます。